はい、おじでーす。さあ、今回はね、楽天モバイルの話題になります。いやー、なんとね、びっくりしました。ね。えー、楽天モバイル、もう安売り完全撤廃。えっ、ー、と、今回はね、iPhone SE の、まあ、初めての方実質1円。で、そうでない方ね、実質9001円。この、大型割引、まあ、店舗限定のやつ、これもね、今月いっぱいで撤廃みたいです。えー、今後はプラスターバンド1本で勝負していくみたいです。 いや、びっくりだよね。えー、今日気がついただけでも、楽天回収を持ち回収を申し込みで、えー、サジェンショートポイント、4ヶ月後の末からね、4、5、6ヶ月目と、先々々と、せこくばらまいていた餌。これも、終了。ね。えー、もう撤廃です。強烈回収モードに入りました。で、これね。 楽天モバイルへ初めての申し込みで3000ー相当分ポイント還元。ね。これもね、撤廃になります。両方ともね、もうすべて10月31日で終わりです。ね。えー、まあこれはね、あの法令違反を遵守していく姿勢なのかどうなのか。ね。プラスチナバンドを、まあね、3日後にもらう手前。ね。そういう姿勢をあのちょっとこう見せてるのかどうなのか。ね。まあ今まで総務省をバカにして、ね。 違法行為ばっかりしてきて、あの、気を出動がね、止まらない楽天モバイル。ね、さあどうなんだろうね。えー、今回は楽天モバイルショップ限定 i h o n SE 第3世代64ギガ超お得キャンペーン。ね、えー、これが10月31日の火曜日閉店まででこれで終了しますよ、ということが決定したようです。 はい。10月31日火曜日の閉店。もうこれを過ぎたら、もうこのキャンペーンは、もう出てきません。ね。で、どんな内容だったのかっていうと、お iPhone ね、えー、対象製品プラン申し込み、ショップ限定、初めてのプラン申し込み条件達成で、最大34,691ポイント、ね、いただけるということで、まあ実質1円で使えますよ、っていうことだったんだね。 まあこれはあくまでも楽天モバイルの買い替え超特特プラグラムなんで、まあ24、4回、要は2年使ったら返却するっていうね、まあそういうモードのやつ。まああのー、あまり美味しくないよね。でも、まあ実質、ポイントがもらえて1円だったら、1円で使えるんだったら、ね、iPhone が1円で使えるんだったら、まあ SE だけでも1円で使えるんだったらっていう方もね、あの結構多かったんじゃないかなと思います。 で、あとは、あそれ以外の方、ね。えー、ま、プログラムで購入初めてでない方は、25,691ポイント、ね。で、えー、実質9 0 0 1円ですよ、っていうことで、ね。なんでここであの、この9,000の差になるのが、なんでなんだろう。3,000ポイントが追加でならわかるけど、なんなんだろうね。あの、細かい内容よくわかんないけど、返却事務手数料3千0 0 3 0 0あー、これはあの別になるよね、これね。はい。 ま、なんか細かいことは分かんないけれども、端末がね、自分のものになるわけではない。ただ、あの、レンタル費用です。レンタル費用。ね。えー、2年経ったら24ヶ月経ったら、あのー、で、ね、そのまんまお金を払って、継続買い取るもよし。ね。返却するもよし。で、iPhone だったら2年経ったってね、まあ、結構いい値段で売れるやつだからね。うんまあ、そういうプログラムまあ、これが、あの、終わりということになります。はい。 もうね、えー、11月1日からは、他社からの MNP に対してはご褒美を出すけど、それ以外はもううちが損するようだったら損害金請求するからなっていうね、えー、まあもう徹底的な構えです。ね。えー、もう安売りは完全撤廃。ね。えー、もう黒字しか認めない。すぐにやめてやつは請求してやろう。ね。そういうことでね、仕置の姿勢になります。あと、プラスターバンドが手に入るので、ね。 もう、安かろう悪かろうではない。繋がるんだ。速度が出ようが出まいが繋がるんだ。ね、えー。他の三大キャリアと同じ土俵に登ったんだ。お前ら、使いたかったら入れてやらないこともないぞっていうね。上からの高飛車の姿勢に切り替わったということです。ね。で、あと、急いでクルジカしなきゃならないので、もう、マイナスはもう絶対に認めないということでね。 え、まあ楽天モバイルは大きく変わろうとしております。ね。もう、あの、ウェルカムポイントから何かないから全部、いろんなものがね、なくなってしまう。で、1円の楽天ハンドもずっと在庫補充しないし、ね。えー、もう、うま味が何にもないです。<laughs> え、社が何もない。ね。でも、プラスナバンドね、発表された後に、キャンペーンをね、まあビシバシ、11月1日からね、いろんなキャンペーンがボンボンってこう出てくると思うので、さあ、どうなるか楽しみだね。あと、3日後です。3日後に、総務省から正式にね、プラスナバンドを認定されます。で、いろんなメディアがこぞってね、あの、宣伝します。ね。で、その宣伝を見て、ニュースを見て、あ、 楽天モバイル、プラシャで、じゃあ、あの、ドコモとかソフトバンク、経営出会いと、同じ品質になったんだ。同じように使えるんだって、勘違いしたおバカ野郎たちがバーッと来て、何じゃこりゃーつってね、えー、なるわけです。ね。まあ、このストーリーが2023年のね、まあ、大鳥の情報になりそうな気もするけどね。まあ、 そこら辺のユーザーさんがいっぱいネットでね、何じゃこれやーっていう書き込みツイートいっぱいするだろうからね。まあ、そこでちょっと元気ないね、最後に稼がしていただこうかなと思います、ネタでね。はい。今回はここまで皆さんのご意見もお待ちしております。